本日はプロ格闘家の堀口教授が人気の格闘技イベントブレイキングダウンに対し、ブレイキングダウンは良くない方に進んでいるとコメントをした。今回はその堀口教授の記事についてまとめてご紹介します。それではどうぞ。それでは記事の内容を説明します。前来人バンタム級王者の堀口教授、32歳アメリカントップチームが9日、朝倉未来30歳トライフォース赤坂が代表取締役を務めるブレイキングダウンについて個人的な思いを口にした。堀口は都内で記者会見に臨み、自身が立ち上げる新格闘技団体のネーミングがトップブライズに決定したと明かした。今回の立ち上げの構想については約1年前からあったといい、堀口はブレイキングダウンとか出てきてからいい意味で刺激されたなと思いますと頷いた。ブレイキングダウン興行としてはいいかもしれないけど、格闘技のイメージとしては良くない方に進んでいると思ったときっかけについて話した。日本の武道の心を忘れないために団体を立ち上げて、自分はそこに力を貸す、格闘技を野球やサッカーのようなメジャーなスポーツにしていきたい。会見中に何度も本物というワードを用いた。エンタメではなく真の格闘技を伝えていく。この堀口教授に対してファンの中では多くの意見が集まっています。ひたあああああ、兄貴が同席か。噂通り堀口は名義貸しで、兄貴の団体なのか、ケンタ CEO 爆誕、ケンタ来た、おにぎり、おにぎり、司会かわええええ、堀口ブラザーズ、チャンピオンシップ、誕生か、スーツに合わなすぎて笑った。新団体の設立発表なのに、テーブルがしょぼいな、もっと景気よく行こうぜ、たかが新団体の名称なんかで、4ヶ月も引っ張ってんのな、男芸者やれんのか、ケンタ、新団体ホライズンの発表か。おにぎり系を産んだ時、母親16歳だったってな。何笑ってんだよケンタ。代表なのに緊張しすぎやろ。ブオー、トップブライツ来たぞ。教授、ケンタ、団体名、かっけえ。英語か。堀口のイメージ的に、日本語の名称の方が良かった気が。トップブラ来た。一番輝く、ファイターたちが発する光、かっこよくて草。ケンタ何回かもんだよ。成り上がりよりはマシだな。午後がライジンっぽくて草。など、この堀口教授に対して、たくさんの声が上がりました。注目の集まるブレイキングダウンと堀口教授の今後の行方はどうなるのでしょうか。